たただいままま紹介を受けましし山田と申します、えー、今、ごのご挨拶にありましたように、えー、今日と1月の5日の旗開きですか、2回にわたってお話をさせていただきます。えー、今日はですねあ、全体のテーマが、えー、今日の情勢と労働組合運動の課題を歴史的に検討すると、まあ今日はその1ということになります。えー、今日はですねつまり えー、今ですね、えー、もうその、えー、日本の社会を、ですね、えー、この資本主義の行き詰まりの中でも大きく変える、真珠主義の攻撃があり、えー、それを基礎として、ですね憲法を変える、えーまあ、日本の軍事大国化の大変な危険性があるわけです。その両方がが重なり合ってるんですが えー、そのまあ言ってみれば出発点ですねその出発点が私は1990年代だというふうに思っておりますだからしたがってですね今日は、えー、今日のさまざまな問題の出発点である1990年代というのがですねどういう歴史の過程で成り立ったのかとそこを中心にお話をさせていただきたいと思っていますで1月の5日はですねそれを受けてそれを受けてですね 今、どういう問題があるのかと、えー、私たちにどういう課題があるのかということを1月の5日にお話をさせていただきたいというふうに思います。で、お手元にあのレジュメが配布されていると思います、えー。それに基づいてあの、1時間ということで、えー、お話をさせていただきます。本来ですとね、えー、もう本当に多方面にわたってますから、とても1時間でお話できるような中身ではないんでありますけれども。 しかし、せっかくの機会でありますので、まあえー、情勢の基本的な特徴をです、ね、整理して問題提起させていただきたいと思います。で、えー、レジュメを見ていただきますと、レジュメの1で,です、ねえー、革新統一の破壊と労働組合運動の困難な時代の開始と、えー、こうなっております。で丸1が労働先生の欲的再編と 革新統一の破壊。二が、えー、革新婚と、えー、全老連の発足ということであります。で、この1はだから、あのー、これからお話しますが、1970年代の半ばからですね、えー、1980年代、1980年代のですね、えー、お話になります。そして、えーえー、3ページの2が、 新自由心理的改革の推進ということで、これはもうレジュメにある通り、り、1が80年代の天気と、そして、えー、丸2が4ページになりますが、この新自由心理改革が本格化する90年代のお話という形になります。そして、えー、5ページの3がですね、それにこう見合う政治の話ということで、 え本格化する日米同盟と軍事大国化ということで、これも、丸,丸二丸三、今日は、二まででいいんだと思いますが、1980年代から90年代のお話をえさせていただこうと、こういうふうになっております。では、早速ですね、の1のえ革新統一の破壊と労働組合運動の困難な時代の開始、ここに入っていきたいんですが。 えー、先ほど言いましたように1970年代、えー、半ばから80年代の話なんですね。で労働、えー、運動で見ますと、えー、1970年代の半ばっていうのはあのー、ストケンストこのストケンストがですね1975年の11月の26日から12月の2日まで8日間 行われました。戦後最大規模のストライキの決行だったんですが、これがあのつまり、売ることを、成果を得ることができずにこう挫折していくと、でそのことがです、ね、当時の、えー、総評指導部、いわゆる民道派、えー、この人たちに大変な打撃って言いましょうか、展望をなくすと、えー、いうことになりましてね。えー その中でですね、これからお話しますが、国民春闘の変質、それからそれに伴う労働戦線の右翼的な再編が本格化して、その運動の中から、えー、1989年に連合が発足するわけです。えー、まあ、えー、組織労働者の65.3%を占める、日本の労働組合史上最大のナショナルセンター、まあ、あの右翼的な潮流の ナナショナルセンターとということですね、まあ、戦後の労働運動の歴史を見まして初めてですよ労働運動の主導権を右翼的な潮流が掌握するそれを象徴する連合が1989年に発足するわけですねだからそれに向けて、まあ、あのどういう動きがあったのかということなんですがこの問題を考えるあの前提をちょっと見ておきたい。 ですから、レジュメの1で歴史的前提というのがありますね。えー、そこをちょっとねあの、見ておきたいというふうに思います。で、これはどうでしょうか、皆さん、経験なさった方も、あの私と同じような、年齢の高い方はあるかもしれませんが、若い方から見ると、もう昔話になってしまうかもしれません。えーまあ、そこに書いておきましたけれども、 えー、1960年代というのは高度成長の時期だったわけですが、この高度成長で日本は経済大国化していくわけですね。えー、アメリカに次ぐ第2位の、えー、経済大国になっていく。だけど、それがかなり強引な形で行,な行われましたので、いろいろな矛盾が、えー、集中しまして、えー、その矛盾を打開するために、さまざまな社会運動が、 えー、展開されていきます公害、えーまあの問題だとかですね、えー、もうさまざまな運動が行われていくわけですそしてそういう運動の力を背景にして1 9 6 4年に、えー、東京で革新統制,延統制が誕生しますこれはね私学生時代でしたけどもほんとびっくりしました東京で革新統制が生まれるなんてちょっと予想もしてなかったんですね でこの1 9 6 4年の見延、えー、革新都政の誕生、これを契機に、いわゆる全国にです、ね、革新自治体がどんどんこう作られていって、ネットワーク化していきます、そこに書いておきましたけれども、1977年には人口の約4割が革新自治体で生活するようになります、いわゆるあの革新公用の時代を迎えたわけですね。 でそういう中で、ですねあの労働組合運動を見ますと、しかし、あの、えー、経済大国化する中で、基幹産業のお電気だとか、ですね造船だとか、鉄鋼だとか、そういうところを中心として、いわゆる右翼的な潮流が非常にあの強まってきます。同盟だとか JC ですね。で、そういうですね、えー、右翼的な潮流の中で、えー、労働戦線をですね、 右翼的に再編する運動があ、えー、始まりまりで、まあ、これを私のレジュメでは、えー、第一次、えー、右翼的再編と、えー、こういうふうに、えー、書いておきました、えー、この右翼的な潮流がですね対等、えー、する一つの指標は えー、1961年、ちょうどミ延ベトが生まれた年なんでありますが、この1967年以降、えー、民間部門の組織人員では、ですねいわゆる同盟が当時の総票を上回るようになります、まあ、それぐらいですね、右翼的な潮流が、えーまあ、拡大するということがあったわけです。でそういういことを背景にして 1969年頃からですね、当時の前提の高木委員長だとか、それから同盟の滝田会長、こうし庁を中心に据えたですね、まあ,あ、反共労働戦線統一の運動、これが始まるんですね。で、この、えー、労働戦線再編というのはですね、政治の動きとこう連動してます。 当時、ですね、社会党の右派と言われた枝派、それから公明党、それから民社党、えー、そういうですね、えーまあ、諸政党の連合によって、ですね、体制内の、えー、反共浸党を作る、そういう動き、これと連動して、ですね、えー、この第一右翼再編が急速に進むわけであります。ところが、レジュメに書いておきましたけれども、この第一右翼再編は、 失敗します挫折しまますす挫折それは何なぜかといいますとね、もうつまりそういうその、えー、反共神党を作る運動と連動して行われたということが、まあ、一つの根拠なんですが、あの全国で核心事態が生まれるということを背景にして、国政レベルでもあのつまり、えーまあ、革新高用が起、えー 生じるんですね特に共産党が当時あの躍進して1972年の総選挙でですね肝心の民社党や公明党が交代、えー、するそれから社会党が躍進するそれから共産党が39議席です,ですかね大躍進するというそういう政治情勢の大きな変化が起きるわけですね。でそういうい政治的変化のの中であのこの、えー、第一次 右翼的再編でそういうですねあの右翼的な再編の挫折を踏まえて1970年代にですね春闘が大きく発展していわゆる国民春闘が始まるわけです。あの生活春賃上げ春闘から国民春闘へとこういう大きな、えー、労働運動の、えー、発展 があるんですねで国民春闘というあの名前が出てくるのは、えー、1974年の春闘からなんでありますが1970年からですね、えー、総評の中でも特に民党佐賀を中心という議論が始まってやはりもう賃上げだけではダメだとやっぱり賃上げと結びつけてですね、えー、物価の問題だとか社会保障の問題そういう生活の問題と結びつけなかったら 本当に国民から支持される春闘にはならないと、こういう形で、あの生活闘争を重視する、そういうです、ね、位置づけがこう出てくるわけですね。で、まあ、それが、やがて発展して、まあ、国民春闘になっていくわけです。で、その背景には一体何があったかといいますと、そのレジュメにありますが、やっぱり当時ですね、高度成長によって、 地域社会が変貌していくと、そして、えー、貧困の問題も単に賃金の問題だとかですね、労働条件の悪化だとか、そういうことだけじゃなくてですね、都市問題だとか、公害だとか、環境問題、そういう社会的な問題が出現するという、そういう現実の、まああのー、変化があったわけですね。だからそういう中でね、もう、えー、職場内の労働運動だけではダメだと、やっぱり問題を解決するにはですね、 地域だとか国政だとか、そういう社会や政治の領域、そこでもやっぱり労働運動は積極に関わっていかなきゃ,い,なきゃいけないと、こういうふうになってくるわけです。労働運動のいわば闘争領域が、えーまあ、拡大していってです、ね、さまざまな住民運動や国民運動と連携しなかったら、これからの労働組合運動は成り立たないと、こういうふうになってくるわけですね。だからそういう中で国民春党が成立するわけです。 ですからこれはね、戦後の尿論日本の労働組合運動の一つの問題である企業内主義だとか経済主義、そういうものを克服する、ですねそういう歴史的な課題が国民春闘によって提起、えーまあ、されてき、えー、たというふうに言えるんだろうと思います。で、まあ、細かいことは抜きますが、もう当時は大変なインフルの時代で、ですね、えー、大幅賃上げと。 そしてそれと結び,つ結びつけた生活要求と、こういう形でですね、えー、行えてい、えー、きます、えー。そういう中でですね、えーまあ、社会保障におけるですね、えー、統一ストライキが行われたり、公務員の首都圏奪還の、えー、交通ゼネストが行われたり、いろいろなあの運動の盛り上がりの中でですね、 えまあ74年からですね国民春闘という名前がこう出るわけですがそういう中で74年の春闘における賃上げはえ民間でえ2万8981円32.9%というですねえ春闘史上空前の成果になっていくわけですだからやっぱりですねえこの国民春闘をそのままにしたらこれは 司法にとって大変なことになるということで、えー、巻き返しの攻撃が始まると、それがだからレジュメの一の問題になってくるわけですで、一の丸一のところで労働戦線の、えー、右翼的な再編そして、えー、最初の、えー、黒丸のところで国民春党の変質と労働戦線の右翼的な再編ということを書いておきました えー、で、まあとで説明しますが、あのえー、75年以降、えー、春闘が変質していくんですが、えー、そのです、ねえーまあ、大きな契機、えー、はです、ね、やはり先ほど言いましたけれども、ストケンストの、えー、挫折にあったと思います。 えー、そこに帰ってきました、えー、この時期の特徴は第一にストーキンスとの挫折を契機に、えー、国民春闘の変質が進行してその中で、えー、同盟だとか JC 指導の労働先生の欲的な再編第一次は挫折しました、えー、それを受けた第二次の欲的再編が開始されその結果としてまあ連合が1989年に発足してですね 労働運動の経過が大きく、えー、進むわけでありますでこのスト,ライキストライキ圏の回復を目指すストす、ね、これはもう国労を中心として国労、厚労協で行われるわけですね。75年の11月の26日から12月の2日まで、8日間、戦後最大のストライキになります。しかし、これはです、ね、支配層の強固な態度、当時、自民党の幹事長は長曽根康弘なんですよ。 もう強固な態度によって、スト圏を回復することができなかったと。で、このスト、えー、ラ,ライキの挫折を契機にです、ね、当時の民道左派が占めていた、創業指導部は運動の展望というものを見失ってです、ねえー、資本従属的な右翼的な潮流である同盟や JCK にまあこう従っていく労働運動全体のヘゲモニーがですね、同盟 JCK に移っていきます。で、まあ、そういう中で春闘がまあ変質していくわけであります。で、この春闘の、えー、変質について、えー、ちょっと述べておきたいと思います。で、先ほど言いましたように、74年の春闘で、 えーまあ、大幅賃上げですね、えー、っとこれがあ行われる、それに大変な危機感を燃やしまして、えー、どういう動きが出てくるかといいますと、これはですね、政府と、えー 労働組合の浮気な潮流と財関が一体となって、えー、春闘の変質が図られてきます。えー、74年の5月に当時の、えーえー、福田大蔵大臣がですね、えー、来春春闘以降は、えー、賃上げと物価上昇の悪循環を断ち切るためにですね、えー、賃上げガイドラインを設定すると。 まあそういう形で賃金を、賃上げに枠をはめるということを政府が述べるわけです。で、それを受けてですね、この74年の8月に行われた鉄鋼レ連の定期大会で、当時の宮田委員長が、経済成長に見合った賃上げ闘争に転換すべきだと、賃金抑制をですね、労働組合が提起すると。 えー、そしてそれを同盟の当時の、えー、天地会長も、この、えー、宮田発言を支持すると、こういうふうになって、えー、労働組合が政府と一緒になってくるわけですね。で、それを受けて、この74年の11月に、当時の財界である日経連が、大幅賃上げの行方研究委員会報告っていうのを作りまして、えー、つまり賃上げのガイドラインっていうのを設定してですね。 えー、75年は15%以下にすると、それから76年以降は1桁内にすると、そういうですねガイドラインを設置します。それに基づいて、75年春闘ではですね鉄鋼や造船や電気や自動車、そういう j c に参加する、よくてきな潮流がです、ね、春闘相場を作っていくと、こういう形で動きます。えー、そして75年春闘は、 74年はね、大幅に位上げて32.9% 32. だったんですが、13.1%。それから76年の春闘は8.8%。こういう形になって、まさに日経連のガイドライン通りにこうなっていくわけですね。まあ、そういうふうに、えー、国民春闘が境外化して、春闘の主導権を JC が主導すると。 管理春闘、敗北春闘に変質していくと、こうなるわけであります。で、そういう中でですね、えー、総評指導部は完全に展望を見失ってきます。そして第二次右翼的な再編が本格化する。レジュメの1ページの下から3行目、78年の同盟大会で民間選考、左右の全体主義反対のですね、そういう選別結集による、えー、右翼的な再編。 再編が提起されてそれが運動化していくわけでありますその運動の経緯についてはその1ページの下から2行目からですね、えー、2ページの、えー、上の方で、えー、書いてあります、えー、選別結集だからこれはつまりあの当時の統一ローソコンに結集してる組合、えー、そういうものはもう除くということでしょうね、えー、そして えー、組合主義だということなんですね。そしてですね、この右翼な再編の公領的文書が、2ページの上から1、2、3、4行目にある進路と役割なんですよ、えー。86年に決められます、進路と役割と。この進路と役割の中で、政権を担いうる新しい政治勢力の形成に協力する、これが基本目標と、こういうふうにされまして。 具体的にはです、ね、非自民、反共産のです、ね、政治勢力の形成に貢献する労働組合運動の構築と、これが目指されるわけです。ですからね、よくね、労働組合は政治闘争なんかやるべきじゃないという意見ありますが、右翼的な協力は違うんですよ。この連合が発足する過程でね、こういう政治目標、つまり共産党を除く非自民、反共産の政治,政治勢力の えー、形成に寄与する労働組合運動、これを作るんだ、そのための選別結集だし、左右の全体主義反対だし、彼らが言うところの組合主義なんだと、こういう形になっていくわけです。で、この運動が急速に進みまして、えー、1982年に全民労協、そこに書いておきました、全日本民間労働組合協議会、そして87年に民間連合が結成される。 そして89年の11月に総評が解散して、今の連合が発足すると、こういう形になるわけですね。で、こうしたですね、えー、右翼地が財布を支えた運動の基盤にあるのは、もうこれはですね、同盟や JC 系の会社派幹部主導の企業別組合にあったわけであります。で、こういうふうにして8月、えー、89年の11月に連合が発足するわけですが、 組織人員がおよそ800万、798万2398 23人と、さっき言いましたけれども、組織労働者の65.3%、えー、戦後の労働運動市場で最大のナショナルセンター、こうしてですね、戦後初めて、えー、右翼的な潮流が日本の労働運動の主導権を作る、そういう状況が作られたと。だから今、よく全労連発足30年って言いますが、 連合が発足して30年なんですよやっぱり30年間、日本の労働運動は、右きが潮流の指導官のもとに置かれていると、えー、ここに一つのやっぱり今の運動の困難性のね、えー、運動の側の要因があるんだろうと思います。こういう労働運動の大きな変質が、えー、70年代半ばから80年代にかけて行われたと、これがまず一つの点であります。 で政治の面で同時に大事な点をちょっと見ておきたいと思います。2ページの真ん中、社交合意と革新統一の破壊。で、第2の,の特徴は、この右傾化と深く連動して、政界左辺が進みます。そしてよく言われますように、皆さんもご存知だと思いますが、1981年に社交合意が提携されます。社交合意が。つまり、これは日本社会党と公明党の 連合政権についての合意なんですよね。で、この社交合意で、えーまあ、社会党の変質ということがありますが、当時の情勢で言えばですね、革新統一が破壊されて、全国の革新事体がこの前後に崩壊していくるんですね。さっき、革新行為の時,時代には、全人口の40%が革新事体で生活していたと言いましたけれども。 その革新自治体が、この80年の社交合意前後に潰れていきます、大阪も東京も、もう全部こう潰れていきます。で、まあ、それまでは、革新自治体っていうのはです、ね社交、社会党と共産党の統一を軸として、明るい会そういうものを作ってです、ね、革新統一の力で革新自治体を生み出していったわけですね。 ところが、それがこの社交合意で壊されたわけです。で、よくやりますように、社交合意の特徴は2つある,あるわけです。一つはですね、えー、公明党の言い分を社会党が全部飲んだんですが、一つは政権協議の対象から共産党が除外されると、共産党とは手を組まないと、だから当時、あの社会党は全野党共闘路線を取っておりましたから、それを放棄すると。 それから政策的にはです、ねえー、安保条約と自衛隊の当面の存続、これを社会党が受け入れるということです。で、当時の社会党の路線は、安保条約即時廃棄、自衛隊は憲法違反と、これでやってきたわけですね。えー、それをやっぱり放棄して、当面存続を容認すると、こうなります。で、公明党の要求を全部受け入れたんですが、もう公明党からすればです、ね、この革新統一。 革新自体はもう本当、あの憎悪の対象ですから、えー、社協統一を潰すということだったわけですね。で、この要求を、公明党の要求をの飲めば、選挙において、えー、社会党を応援すると、こういうつまり、雨を差し伸べるわけです。当時あの、社会党は選挙でどんどん後退してますから、公明党の選挙協力がどうしても欲しかったわけですね。で、いろんな議論がありましたが、受け入れました。 でこの受け入れる背景には、当時の展望を失った、創業指導部が社会党に社交合意を結ぶように、相当な圧力をかけたわけです。だから労働運動が圧力をかけたということであります。で、この80年1月の社交合意以降、えー、社会党の路線転換、そして、えー 革新統一の破壊、さまざまな社会運動、大衆運動が分裂すると、そういう事態が向上化していくわけであります。で、ちなみに言うと、社会党はこれ以降ですね、どんどん右傾化して、ご存知のように、1996年にはですね、あ、94年には自民党との連合政権を作って、96年にはですね、党名を変更して、社会党は、えー、まあ、回答すると。 そういう道を歩むことになるわけですね。で、まあ、あの、私たちの運動との関係で言えばですね、やっぱり60年代、70年代の革新統一の可能性がこう潰されていったということですね。これは非常にやっぱり大きな意味を持っていたというふうにも言います。ところが、やっぱりそういう事態をそのまま許さないという反撃が開始されてきます。それが えー、2ページの丸にある革新婚と全労連の発足と、新しい統一戦線運動の提起と全労連の成立ということになると思います。で、第3の特徴は、えー、80年代になると、えー、今言ったようにですね、革新統一が破壊され、労働運動も困難な時代になるんでありますが、その中で全国革新婚やたしあ戦うナショナルセンターである全労連が、 誕生してですね統一戦線運動と労働組合再生の努力が、えー、開始されるということになりますでまず革新魂の方ですがご存知のように81年の5月に結成されますでこの革新魂の持っている意味なんですけれども、まあ、社交合意を受けているんですけれどもね私はあの現代史をやっているものとして統一戦線運動の新しい時代が始まったというふうに思っております どういうことかと言いますと、つまりですね、あの、党員戦線というのを政党の組み合わせで考えないとあの、政党の組み合わせも大事なんだけども、えー、それよりもですね、やっぱり大事なことは、共通の課題と共同の意思です、この共通の課題と共同の意思に基づいて、すべての政党、すべての団体個人、これを結集する あのー、まあ、新しい革新統一、その関係は対等平等だと、こういう定義ですね。だからこれは60年、70年代のやっぱり社会党共産党の統一をまず大事にして、えー、そしてその他の団体や個人もという、ああいうつまり方式を転換すると、えー、政党の組み合わせを出発にするんじゃなくて、えー 共通の課題と共,共同の意思に基づいてです、ねえー、対等平等の形ですべての政党や団体、個人を結集する、そういう統一戦線をと、こういう形で,です、ねえー、統一戦線の方式を転換してです、ね、そして、えー、革新の陣地を守る運動を、この困難な80年代、90年代の中で、えー、推進していったということであります。 でこれがやがて21世紀になってね、市民と野党の共闘における一つの大きな担い手になっていくわけです。大きな意味があったと思います。それから労働運動の面で見ますと、いわゆる全労連、89年の11月、同じ日にできるんですよね。連合と同じ日に全労連が発足しました。私、これ、何か意図があったのかと思って聞いてみたんですが、これ、偶然のようですね、会場の関係等々で。 偶然ですが、同じ日に全労例が発足します。で、その,あの経過を簡単に見ますと、えーまあ、いろんな、えー、ことがありますが、大雑把に見ますとね、えー下から、2ページの下から2行目のところですね、79年の11月にです、ね、統一ソソが、えー、もう右翼性再編の運動が始まってますから、 真に労働者の利益を守るナーショナルセンターのあり方についての全国的な討論、これを呼びかけて、これが出発点になります。そしてそれが大きくあのす進むのはです、ね、89年のやっぱりメーデーです。で、この1989年の、えー、メーデーなんでありますけれども、えー、そこでですね、右翼的な潮流が、メーデーの近代化。 これを言いまして、メーデの実行委員会でそれまで全,、えー、全体の一致でやってたのに、ですね多数決をメーデの持ち方だとかやり方、多数決をこう、えー、持ち込むと、えー、いうことになって、ですねそれはやっぱり、えー、民主的ではないということで、統一ロソコンやそういう。あの 応募に反対する多くの労働組合、民主団体がです、ね、メーデーの伝統を守るということで、えー、新しい運動を始めますで。そこに書いてきました、下から上から3行目、89年のです、ね、第60回メーデー実行委員会が結成されます。で大事なことはものすごくあの多元的だったんですね、これだけじゃなくて、えー、この実行委員会とは別に、金融や商業や共同組合、 これは請求労連や全農協労連が入っているわけですが、この金融商業協同組合の実行委員会ができます。で、さらにはマスコミ関係のメーデー実行委員会が作られます。この3つの実行委員会の共済でもって、23万人を結集して、えー、メーデーが成功します、89年。つまり連合、えー、組合に組みしないです、ね、独自のナショナルセンター結成へのです、ね、強固な 決意と運動がですね、このメーデーの成功に示されることになります。で、このメーデーの準備の過程で重要な会議が行われました。ここはですね、あまり知られていないかもしれません。4月の22日にですね、えー、ナショナルセンター問題懇談会が開かれました。これは、えー、そこに書いておきましたけれども、総評などの ナショナルセンター所属の経験のない、準中立のです、ね、マスコミ関係の民放労連、えー、それから出版労連、えー、広告労協の呼びかけで、えー、ナショナルセンター問題懇談会が開かれます。当然、統一ロソコに参加している組合も参加します。この懇談会の中で、えー、議論になりましたのは、統一ロソコンが主張してきた階級的民主的ナショナルセンターという、 自己規定の問題なんですね。で、これに、この表現に対して、純中立の組合からですね、階級的民主的の問題っていうのは、これは自分で言うことじゃないと。社会的客観的な評価によるべきだと。こういう異論が出されるわけです。でも,もう、討論が行われた結果ですね、この階級的民主的という表現はやめると。そして、しかるべきナショナルセンターは、戦うナショナルセンター。 の追求こういうふういふになったわけですね私たちはね、もう本当、階級的なナショナルセンターを、階級的、民主的なナショナルセンターを目指すんだという形でやってたんですが、このナショナルセンター問題懇談会の議論を経て、戦うナショナルセンターに表現を変えると、こういうふうになるわけですね。そしてそこに書いておきましたけれども、6月の12日にはですね、エンターカーが開かれ、そして8月の4日に東京で、 戦うナショナルセンター決済準備会がまあ開かれると、そしてその上に立って89年の11月に全労連が発足しました、27全国炭酸、41総地方組織でお,およそ140万の労働者を代表すると、こういう形になったわけであります。 えー、そしてですね、えーまあ、全労連が、えー、発足したんですが、えー、この全労連発足にあたって、ですね、えー、大事なことはいくつか、えー、あるわけでありますが、あの一つはですね、えー、このー全労連 に加盟する、えー、条件ですねこれは特定の運動路線の承認を、えー、組織加盟の前提にし合いと。じゃあ何が条件かというと組合民主主義を尊重するということと規約の承認ですよこれだけです組合民主主義を尊重する規約の承認それだけが加盟の条件とされたということですね それからあの確定なことはあの、組織構成だと思います。3、えー、別の全国労働組合といわゆるローカルセンターですね、地域的に労働組合を結集した都道府県単位の町組織であるローカルセンターが対等平等、対等平等で参加すると、そういう、まあ、組織構成を取ったということですね。だから大会の議決も、大議員の採決とともに、あの炭酸採決を行います。 そして、えー、大議員採決で、えー、可決されてもですね、出席の加盟組合の過半数が反対すれば不成立と、こうなります。これはだから、えー、組合の代償を問わず、えー、対等平等を保障すると、まあ、こういう構成になっているわけであります。そして、あのー、運動路線として大事なことはですね、えー 当初、まあ、ローソコン時代に確認されてきた3つの労働組合の原則、これが再度確認されたということですね。3つの原則、何か。1つはあの、労働組合は一致する要求で団結するんだと。一致する要求で団結して行動するんだ。これが1つですよね、当然のこと。それから2つ目は、資本からの独立。で3つ目は、政党からの独立と。 やはりこの、えー、労働組合運動のいわゆるこう民主的な原則、これがやはり継承されたということになると思います。まあ、こういうふうにして、ただかのナショナルセンターである全労連が、えー、89年の11月に発足すると、こうなります。それからもう一つ見ておかなきゃいけないことは、そこに書いてきましたけれども、 えー、労働戦線の、えー、右翼的再編に反対する旧総評の三、えー、個問ですね。えー、これは、えー、岩井明さんと太田薫さんと市川誠さん、このお総評三個問がですね、えー、そこに書いておきましたけれども。 えー、労働運動研究センターいわゆる労研センターを作っていたわけですが、えー、選別結集、えー、という形で、えー、連,合が連合の発足が強行されるとそういうことの中でですね、えー、連合には行きたくないかといって全労連にも行けないそういう旧総評差派や、えー、準中立の受け皿として 全協、えー、労協、全国労働組合連絡協議会、えー、全労協がです、ね、89年の12月に形成されたと、えー、いうことです。で、全労協は自ら自分たちは共同組織だと、ナショナルセンターではないと、えー、こういうふうに言っております。ですから、この89年の11月から12月にかけて、 連合と全労連という2つのナショナルセンターと全労協という共同組織、それが生まれるというですね、労働運動の今日につながる新しい時代が始まったということであります。でただ、労働運動史を研究している私として、今後の検討課題、まあ、これは歴史的な検討課題なんですが、統一ロソコンとですね、えー、この労研センター、統一ロソコンと全労協、つまり 全労連と全労協が発足の時に,に、なんで一つの組織を作れなかったのか、これはやっぱり大きな検討課題だと私は思っています。それは全労協の問題もあるし、統一教の方の問題もある、えー、というふうに思いますね。まあ、しかし、あのー、こういう形で、えー、新しい時代が始まる。で全体としては連合が、えー、主導権を握る。 そういうういい労働運動の時代が始まったということこでありますでこういうですね、労働戦線の右翼地再編、これを背景として、いわゆる新十四の改革、これが始まり、本格化していったというのが、まあ、1980年代から90年代の動きだったということですね、連動してるんですよ、この連動をやっぱりきちんと見るということが大事だと思います。 で3ページの2、新自由主義的改革の推進。まあ、これはご存じの新自由主義ですから、つまり高度成長を推進したあの路線からの大きな転換になるわけですね。でつまり、市場原理と規制緩和、えー、それを中心としたです、ね、改革が推進されていくことになります。でえー、経緯を見ますと、その最初、 これは80年代始まるわけですが、原料経営とえ企業依存的傾向の強化とで、70年代のオールショックですね、えー、これを契機に高度成長が終わると、えー、不況とですね物価上昇が同時に起きるサグレーションが混乱する中で、ですね、えー、日本経済はですね驚異的な回復を実現した80年代にはですね、 え大変な経済大国になっていきます。えー、世界の GNP に1割を占める超経済大国になる。それはもう何かといえば、もう貿易戦争で圧勝したということであります。で、なんで貿易戦争で勝てたのか、一つはもう生産技術の改良に成功したと、これはもう IC だとかコンピューターを中心とするえ生産技術の改良、そのまあ応用が徹底的に追求されたということが一つあります。 しかし同時に労働運動の問題として言えばですね、つまりそういうその生産技術の改良とその応用、生産コストの徹底的な削減のために原料経営が行われるわけですが、その原料経営に当時の右翼が再編を行っていた労使協調的な労働組合が全面的に協力したと、この問題が大きいと思いますね。 えー、そういうです、ね、あの労使協調的な労働組合の、えー、全面的な協力で、えー、この原料経営が成功したということが言えると思います。で、なぜそういうことが起きたのか、やはり私はその背景にはです、ね、職場社会、日本の職場社会の在り方が大きく、えー、この70年代から80年代にかけて、 変質したとということでありますでそこに書いておきましたけれども、減量経営が強行された職場、特に大企業職場ですね、えそこではですね、能力主義管理が強まりまして、えー、60年代に形成された日本的労使関係の再編、これが進みます。で、その再編の中で、年功制だとか、終身雇用、それがですね、あのまあ、形骸化されていきます。 そこに書いておきました、えー、賃金の基本がですね、年功制から職能期を中心とする能力資金賃金に移行するとで。賃金がですね、個人の職務遂行,遂行能力から決められるようになって、労働者間の競争が一層激しくなった。つまり賃金の本質は我々はですね、生活費だと、生活費を原則として賃金をずっと戦後、戦う労働運動はやってたんですが、もうそうではなくて。 えー、個人の職務遂行能力、えー、そこにこう求めていく、そういう形になっていくわけですね。で、雇用は、非正規労働者の大幅利用とともに、えー、定年の繰り上げの実施、出向、転籍、配墟が、えー、分社型とかですね、子会社づくりと相まって、日常化する終身雇用が半身雇用に。 変容したと言われています。うまい方ですよね。半信雇用。そしてですね、大企業の労働組合は、この、えー、合理化にもう全面的に協力してですね、えー、企業との癒着を一層強めていってですね、つまり単なる、ここが大事です。単なる労使協調から、労使一体ですよ。労使協調から労使一体に変化していくと。で、そうなってきますとね、 労働者から来ます見ますと、労働組合の存在意味なんてないんですよ。だって、組合が企業と一体化してるんですから、そうなったら、自らの雇用と生活を守るためには、組合ではなくて、企業に依存すると、こういう傾向にこうなっていかざるを得なくなっていくわけですね。だから、労働者の中での既存依存傾向、これが非常にこの70年代から80年代に強まっていく。それが 言ってみれば、右翼な左辺や連合を支えると、こういうふうになっていきます。そして、えー、も社会全体としてみますと、これはもう簡単にせざるを得ないんでありますが、新自由主義の改革の具体化として、いわゆる臨調行革が80年代本格化する、81年3月に第2臨調ですね、えー、会長には前の経団連の会長の土庫さんが発足、就、えー、任するわけですね。 81年3月から臨庁業格が始まりまりで、この臨調業画の中でですね、あのまあ、いろんな、まあ、改革が行われていって、まあ、一番分かりやすい例で言えば、老人医療の有料化だとかですね、から健康保険も開発されて、本人は1割負担の導入だとか、まあ、いろんなことが行われていくんですが、そういう、あの 体格と同時にです、ねえー、つまり大事なのは、大キャンペーンというか、国民に対する異常に攻撃ですよね、つまり、つまりあの官から民へと、そして、えー、国民はもう国家に依存してはいけない自助努力でやるべきだということが盛んに強調されます。まあ、その1つののつエピソードは、皆さんご存知のように、 目指しの土こさんという大キャンペーンだったと思います。これは入りましたね。あの土こさんですら、あの、目指しを食べて、自助努力をしているんだと。えー、こういうキャンペーンが相当入ったと思いますね。だから、民間、つまり企業は生き,の生き残るために、ま、涙ぐましい努力をしてるんだから、えー、親方、広丸の缶は民間を見習う必要があると。 だから国民の中に、ですね、官は悪、民は善と、こういう雰囲気が、ですね、意識的にこう作られていったわけですね。で、すべてを民、つまり私たちの言葉で言えば企業の利順第一に、これが任せるのがいいんだという、そういう雰囲気が、この、えー、土峰林長と一体となった、えー、メディアのですね、 えー、メディアを通じて、国民の中に浸透してきましたで。かつて60年代から70年代の革新行為の時には、ですね公害だとかオールショックでもういろんなことが起きて、ですね悪徳,商法悪徳商法の大企業ということで、つまり大企業はイコール悪だっていう、そういう雰囲気が国民の中にあったわけですね、それが完全にひっくり返った、転換したと。悪いのは勘だと 民がいいいんだととここういうことになるわけで、すねでこの臨調計画の一環として、ご存知のように、電電公社、先輩公社、そして、労働運動の問題としては大きいですね、国鉄の分割民営化、これが80年代半ば以降、強行されていって、戦後の総評を支えた中心部隊であった国労が弱体化すると、まあ、こういう形になっていく,いくわけであります。でそういうい形で えー、80年代に、えー、新十七な改革が始まり、それが本格化したのが90年代だとあの、レジュメの4ページの丸2であります、構造改革路線の本格的な推進と、で90年代の日本経済は失われた10年と呼ばれている、高度成長期の驚異的な経済発展、それから二度の大いショックを乗り越えた80年代の 経済大国化というように、50年代半ばから80年代にかけて、日本経済は比点的に発展したと、えー。ところが90年代になって事態は一変するとかつて経験したことがない長期の経済停滞が90年代から始まるわけですね。で、それまでの輸出を軸とする日本経済の限界が明白になります。で、90年代のこういうですね、 日本の経済の特徴は、もう本格的な多国性企業化です。えー、多国性企業化は本格的に開始されてです、ね、そのために日本の経済をグローバル化していく、国際競争力を高めるために、もう本当、いろんな意味での、えー、コスト削減の改革をやると、これがです、ね、国家と財界が一,一体となって行われていくわけであります。多企業の本格的開始に伴う、 経済構造の改革、構造改革が本格化すると。で財界、大企業は総人件費を削減して、国際競争力を高めるために、終身雇用や年功制などのそれまでの日本的経営の改革を強く求めると、こういう動きが本格化するわけですね。で、見とかなきゃいけないことは、この、えー、本格化の、えー、背景に国際的な動きがあるということです。これがね 意外と忘れられらるんですでこの要求はアメリカングローバリズムの下でアメリカ多国籍企業の要求でもあったとそこに書いてきました94年3月のデトロイツで開かれた G7 の雇用サミット、えー、同年7月のナポリサミットから95年6月のハリファックスのサミットそういうところで,です、ね、硬直した労働市場の構造価格によって労働市場の弾力化 つまり、もっともっと非正規を中心にっていうことでしょうね。そういう雇用戦略がアメリカ主導で合意される。で、これがですね、90年代半ば以降、日本の雇用政策に具体化されてきます。それが有名な新時代の日本的経営です。当時の日経連の総会で、新時代の日本的経営が決定されるわけですね。これがですね、日本の社会、特に職場社会が、 職場がくく変わっていくになりますその特徴は第一に、えー、雇用、就業形態の多様化。えー、具体的には終身、ね、雇用や年功制の縮小解体、まあ。全体として非正規雇用を重視すると。一部のですねあ、彼らは3つのグループに分けているわけです。正規社員というのは一部のエリートからなる まあ、彼らの言葉で言いますと、長期蓄積能力活用型グループ、それから、えー、専門職、契約社員からなる専門職も非正規にすると、えー、高度専門活用、高度専門能力活用型グループ、これも非正規にすると、それから雇用柔軟型グループですね、パート、派遣、圧倒的多数の労働者を非正規にすると、だから専門職から一般職まで。 労働力の圧倒的多数を非正雇用に転換させるこれが一つの大きな特徴になる、それから第2には、成果主義に基づく労働者管理、これを導入していくっていうことですね。だから賃金を決定する際にも、ですね年功や、えー、金属の要素を排除して、業績ですよね、企業のための成果をどれだけ上げたのか、業績、職務、役割など、使用者の主観的要素で決める。 でさらには個々人の賃金決定をですね、組合の集団的な労働者交渉の対象から外そうとすると、そして企業と労働者個人の協議で決める、そういう方向を追求していく。だから当然、労働者間の競争が激しくなっていきます。こういう2つの特徴を持ったですね、雇用政策、これの採用が決定されるわけですね。信じらん日本的経営ででありまますこれまで続いてきた 中心公や年功債を特徴とする日本的経営からの根本的な転換と、でこれを契機にですね、えー、職場リストラがどんどん、えー、推進されていくとで、短期間のうちに非正規労働者が増大する、そこに帰ってきました。えー、95年に1000万人であったのが、です、ね、2003年には1496万と、2016年には2000万人を超えると。 今、だから大体、雇用労働者の4割を占めてるわけですね。それから、成年労働者、女性労働者でおよそ2人に1人が非正規になると、まあ、こういうふうになっていくわけですね。で、こういうですね、信じられ日本的経営、雇用政策の転換がですね、えー、日本の職場社会に大きな影響を与えます。 構造的な変化を生み出してきますどういうことか。一つはですね、職場における労働者の集団的な関係、労働者の集団的な関係が破壊されていくということをですね、まあ、これだけ非正規が増える、競争が激しくなる、えー、もう本当に集団的な関係の破壊が進んできます、えー。その過程でですね、差別だとか不正、いじめ、そういう理不尽なこと,理不尽なことを認めない。 まともな人間関係が職場から喪失していくということになりますね。で、もう本当に職場の労働者の集団的関係が空洞化されていく、労働組合の団結の基盤が崩されていきます。で、労働組合の組織率も、えー、2003年には20%割ります。今、もう17%ぐらいになっていくわけですね。そういう一つの大きな変化。 もう一つはですね、労働者のライフサイク,イサイクルが激減するっていうことです。つまり、日本的経営である程度保障されていた企業内人生の崩壊が始まる。特に若い人はそうでしょうね。学校を卒業する。そうすると、学校の卒業で正規に就職する。そして、社会的事実の第一歩という、そういうライフサイクルが崩壊していくわけですね。若い人は半分しか正規の職人。 つけないわけですから、これはですね本当に青年労働者の将来の夢、これを奪っていくということになっていくんではないか、そしてとにかくあとはもう本人の努力だということで、いわゆる自己責任に基づく支配イデオロギーが若者を中心にした労働者の心の内面を支配すると、そういうですね変化ですね。だから言っっててみればここのことによって あの職場から労働者の団結力、それから闘争力、それを奪ってです、ね、労働組合運動の基盤を喪失させるという、そういう大変な事態が生じたということです。それがですね、あの労働組合運動の困難性を作り出していく、まあ、客観的な要因、社会的な要因になっているわけですね。 でまああのー、そういうですね、えー、社会的な構造的変化と、えー、結んで、ここはちょっともう時間の関係、簡単にせざるれませんが、レジュメの3、ちょっとやっぱり見ておいた方がいいと思うんですね、一体となって、あの日本の政治の大きな構造的な変化が生まれます。えー、80年前後ですね、えー、そののページの ロンヤス関係とガイドライン体制というところの2行目ですね、えー、1978年にガイドライン、日米防衛協力の指針が正式に決定されます。で、これはですね、アメリカのアジア政策の転換と連動して提携されました、つまり1975年に皆さんあの、えー、覚えてるかもしれませんが、あのベトナム戦争でアメリカが負けるわけですね。 大変なあの奇跡的な出来事が起きたわけです。だからそれを、そ,のそれにこう対応してですね、アジアにおけるアメリカの支配秩序を保管するために、えー日米体制、日米安保体制を強化するということで、78年にガイドラインが正式に決定されました。本格的に軍事同盟にしていくという、そういう動きであります。でこれを受けて えー、5ページの下から1、2、3、4行目、1981年にですね、当時の総理大臣だった鈴木善光とアメリカの大統領、レーガンの間で首脳会談が行われまして、共同声明が発表されるんですが、そこで初めて同盟関係ということが明記されます。えー、戦後の、えー、首脳会談の共同声明で初めて同盟関係が発表されます。つまり日米韓が 公然とした同盟関係の時代に入る今日の日米同盟の出発点ですよ、えー、それが生じると日米同盟の第一段階でありますで、これが1978年から81年なんですがそれを受けて82年にあの、えー、長袖内閣が成立しまして戦後政治の総決算これを主張します で日本列島を不沈空母にするとかいろんなことを言っておりました。で大事なことは、この戦後政治の総決算には2つの意がある。1つは、憲法体制を総決算すると。で、高度成長期の自民党の路線であった、いわゆる解釈改憲路線をやめて、もう本当に憲法改悪を目指す路線に転換していくと。そういうです、ね、戦後政治の総決算。 そういうあの転換の意味と、もう一つは保守政治の転換です。こういう意味があったということです。で、えー、つまりそれまでの高度成長期のような経済成長を優先する、そういう解釈改憲ではなくて、もう国家の改革を公然と目指す、そういう保守政治に転換しなきゃいけない。強力な、強固な、もうナショナリズムを全面に出す保守政治の転換。 こういうこことが含ままていいしたこういう点で、この長曽根内閣の戦後政治の総決算は、まさにこの間までの安倍政治の出発点がここにあったということだと思います。で、あとこれだけ言っておきたい、このです、ね、戦後政治の総,総決算、えー、同盟関係の時代に入る中で、実は新しい政治システムの構築、これが目指されました。 でこの新しい政治システムの構築が実は、労働戦線の右翼が再編と連動していたと、ここをしっかりと押さえていただきたい。で、その特徴は第一に、どういうことかと言いますと、えー、これはもう自民党が言ってるわけですが、かつて革新自治体運動を推進する主要な基盤となった労働組合勢力を、今後は幅広く与党の中に 取り組むこと自民党の基盤にですね、健全な新しい労働組合運動を組み込むべきだと。だからしたがって、80年の自民党大会で、健全な労働組合との定期協議という運動方針が決定されます。そして自民党幹部と、さっき述べた右翼的なイ編を進めている労働組合幹部との情報交換や定期協議が活発化していくんであります。本当にね 自民党の新しい政治システムの構築と、連合に向けての労働,さん労働再編の大きな再編がまさにこう連動して行われたと、ここが大事なことだと思いますね。連合の本質を考える上でも大事、今日の問題につながってくるわけであります。第2には、もっと広く、いわば都市住民とか消費者、あるいは高齢者という人々の行為を直接吸収できるような政治組織の構築である。 これはだから、市民運動だとかですね、彼らが言う、良心的な市民運動だとか、地域のいろいろな市民組織、それを自民党の基盤に入れていく必要がある。だから、これはね、どういうことかと言いますと、彼らの言う新しいシステムの構築っていうのは、それまでもっぱら自民党っていうのは、農村を基盤にしていたわけです。農村を基盤としていた自民党から、都市を基盤とする自民党への転換、これが強調されていたと。 そして特に、えー、労働先生の浮きが再編と連動して、労働組合と関係を強化すると、こういうことが目指されたということであります。で、そういう中でですね、えーまああのえー、今日につながる日米同盟の時代が始まったと。で、この丸いのところで、今日は終わりにしたいと思いますが、それがよりバージョンアップされたのが1980年。 80年代でありますあ1990年代であみま,ません、えー、そこに書いておきましたけれども、1990年代になり、日米同盟が大きく転換され、転換し、バージョンアップされたと、これはやっぱり91年に冷戦が崩壊する湾岸戦争が起きました、これが大きいわけであります。91年の湾岸戦争やソ連崩壊によって冷戦が終わると、国際貢献が大キャンペーンされまして、 日米同盟の在り方が再検討され、1997年に新しいガイドラインが提携された、でこの前提にはです、ね、この湾岸戦争、覚えているかと思いますが、この湾岸戦争が終わりましてね、えー、その直後、1991年4月に、戦後初めて自衛隊の総海艇部隊がペルシャ湾に派遣されたんですね。自衛隊が初めて海外に出動したわけです。 これが91の4月でありますそれから92年にはです、ね、あの国連協力ということでと、PKO など協力法が制定されます。そうすると、もう国連協力ということで,です、ね、えー、自衛隊がカンボジアだとかいろんなところに派遣される、つまり自衛隊の海外出動が既成実化されるという事態が作り出されていくわけであります。 それにこう見合った形で、1997年に新しいガイドラインが提携される。キーワードは、日本有事ではなくて、周辺有事になる。具体的に言えばですね、アジア太平洋です。このアジア太平洋地域を守るために日米は協力すると。こうなるわけであります。で、そこに日本の自衛隊が後方支援で参加すると。で、そのための具体的な法制化として、 真ん中に書いておきましたけれども、1999年に周辺自体法が制定される、こういうことでですね、日米同盟が単なる専守、えー、防衛だとか日本有事ではなくて、周辺用事有事、日本の外でアジア対応地域を守るためにですね、日本と,、えー、日本とアメリカが、えー、協力し合う、日本の自衛隊が広報支援をするというですね、 日米同盟の第二段階が始まるでそういう中で、ですねあの当時はもう国際貢献という大キャンペーンが行われまして、憲法っていうのはその国際貢献に矛盾すると、一国平和主義だということが行われて、国民の中でですね憲法意識の大きな転換です。いろんな世論調査しますとね、憲法を見直すう、見直すべきだっていうのが多数派になってくるんです。 これは戦後初めてあ、これはね、初めてと言っちゃいけないですね、1950年代もそうだったんですが、えー、国民の憲法意識が大きく変わってきます、ただ、ただ、大事なことは、国民の憲法意識を見ますと、どの調査を見ましたもんね、国際貢献をしなきゃいけない、だから憲法を見直さなきゃいけないって言ってるんだけど、じゃあ具体的に、9条はって言うと、みんな、9条えることには反対、つまりね、軍事的貢献に反対なんです。 自衛隊が国際貢献すべきだけど、それはあくまでも非軍事的な国際貢献、軍事的な国際貢献には反対すると、こういうことなんですね。やっぱりね、救助っていうのは生きてるわけであります。まあ、そういう矛盾を抱えながらも、日米同盟がですね、第二段階に入る、つまり1978年のガイドラインの締結で、 第一段階が始まり、冷戦崩壊と湾岸戦争を経て、日本の外で、この時には周辺有事、アジア太平洋で軍事協力をし合うということで、日米同盟の第2段階に入るということなんですね。だから、そして憲法に対する攻撃が本格化していくと、こういうことで、つまりあの全体として見ますとね、あの日本の社会や経済で、 新自由主義の改革、構造改革が行われて、職場社会がこう変動していく、本当に多国籍企に見合う経済の在り方に大きく変質する、そういう動きと日米同盟の本格化、ですね憲法に対する攻撃が一体となって進んだと、でそれを支えるための労働運動の浮きな再編が、70年代半ばから進行して、それが89年の連合という形になったと。 そこが大事なポイントだと思いますね。えー、そしてそれ、それに抵抗する新しい動きとして、全国革新婚と全老連が89年に発足したということです。まあ、そういった意味で、今の問題を考える出発点の90年代が、こういう事情といきの中で生まれたということですね。ここの出発点をきちんと理解することが、今の問題を考える上ですごく大事だ。 次回はこれを踏まえて、今が一体どういうふうになっているのか、そういう話につなげていきたいと思います。ちょっと15分、14分、消化してしまいましたが、私の方からの簡単な問題的に返させていただきたいと思いまますどううもあのごごあありりがとうございました以上であります。